ここに8529編成の最後の2両が止まっていますので、あさって廃車回送ですね。あさってさらに8517編成が廃車回送されるようです。ここ先ほどアングル変えて、あそこに去年の5月11日に廃車回送された8506編成が保存車として止まっているっていう感じです。まあ、個人的な思いでは廃炉のエッジコムを変えて、往年ね、東横線の姿とかにも再現してほしいっていう気持ちは強いです。こちらは東横線5050系の検査待ちっていう状況。まあ、あそこに東横線5050系の白崎つくみちゃんが泊まっているという感じです。